明けましておめでとうございます。イートキンコングです。今回は2023年に買ってよかったキッチングッズと調味料をご紹介します。実際に約1年間使ってよかったものだけ紹介しますので、2024年皆様のお役に立てればいいなと思っております。それでは行きましょう。買ってよかったもの1つ目、パール金属のミニごとく。こちらは小さい鍋やコーヒーポットがガスコンロで使える、またガスコンロに乗せた時のガタつきを防ぐという商品でございます。僕はねこんな感じで使ってます。今日はカセットコンロでご紹介しますが、実際ガスコンロで使ってます。ガスコンロの上にフライパンやお鍋を乗せて調理すると思います。この時にこのガスコンロの幅より小さいポット、この時に小さい鍋でしたらこの隙間から落ちてしまう、乗せれない状態あると思います。例えばね、小さいソースパンです、これ乗せようと思っても下に落ちちゃう。こういう時にこのミニごとくを乗せます。そうすることで小さな鍋やミルクポットも乗せることができる。例えばね、こんな小さい土鍋、ちょっと湯豆腐しようという時にね、こう乗せてもなんかなかなかこう方向が決まらない、あ微妙にずれるな、怖いなっていう時あると思います。こういう時にね、小さなごとくですよ、これを乗せることで安定します。こんな感じ、多少ずらしてもしっかりと安定する。これめちゃくちゃ便利です。家庭でね料理する時はこんな感じで使ってるんですが、実はねキャンプされる方にもおすすめなんです。それがこんな感じです。このようなコンパクトバーナー、コンパクトバーナー、コンパクトなんでここねかなり面が小さいです。この上に鍋を乗せて温める、やかんを乗せて温めるときに結構ね中心取るの非常に難しいです。こういう時もねこちらです、これを乗せることでめちゃくちゃ安定します。でこの安定を考えると、例えばねソロキャンプの時とかに1人前だけお湯沸かしたいなっていう方ね、シェラカップぬくめたいでしょ、あの時これめっちゃいいんです。シェラカップにお湯入れてポン、これで安定感抜群です。こんな感じでキャンプでも使えることができます。もちろんこういうコンパクトバーナー専用のごとく売ってるんですが、どうせならねお家でも使えるミニごとくが僕はいいと思います。これ一つで今二役です。あとこれは YouTuber ならではかもしれないんですが、普段ねカセットコンロで撮影してます。その時も実際に小さなごとくを乗せてフライパンを乗せています。こうすることでね結構普段の動画ガタつきがないと思います。あとはねこのフライパンの裏って結構傷入るんですよ、このごとくの端っこで。でそれがこの小さなごとくを置くことでフラットになるので、こう鍋を揺すっても傷がつきにくくなります。これもね僕はいいポイントだと思います。この商品は安心の高品質日本製で、材質は鉄でできていますが、重さは実は 160g と非常に軽いです。実はこの手のミニごとくたくさんの種類があります。過去セラミック製のミニごとくを使用していましたが、パッとね手が滑った時に2度ほど割ってしまって買い直した経験があります。対してこちらは鉄製なので割れる心配もございません。またこちらは Amazon で購入しました。購入する際のレビューを見ていても、お客様からの返品が少なく高品質だっていうことがわかると思います。買ってよかった商品2つ目、樹脂ラボのお米がくっつかないしゃもじ。こちらは商品名通りお米がくっつかないしゃもじです。ご存知の通りこの手の商品って低価格のものから高単価のものまでたくさん種類があります。僕自身いろんなタイプのくっつかないしゃもじ使ってきました。そしてこの樹脂ラボに出会って感じたのは、1年間使ってもくっつきにくいってこと。やっぱりねここがね一番大切なポイントです。安い商品の多くは最初はくっつかないけど1ヶ月もすればねくっつき出します。そんな経験があります。こちらよく見ると縦に線が入っています。
個人的にはこの縦線、これがいいような気がしてます。これまではここの面がつぶつぶのタイプを結構使っていましたが、早々にくっついて買い替えしています。また洗う時もつぶつぶに比べて縦線はこの縦線に沿って洗えるので、お手入れがめちゃくちゃ楽になりました。こちらはこんな感じ、自立タイプです。そしてさらにいい点が、これ横にしても下にくっつかないところです。小さなポイントですが、これが結構役立ちます。またカラーはブラックの他にホワイト、ピンクグレー、クリア、スモークと展開もあるので、実際に Amazon 等でご確認いただき、ご自身のキッチンインテリアに合うものを検討していただければいいなと思います。またこちらの会社なんですが、樹脂の可能性を引き出すために素材から研究し、見たことのない質感や表情を生み出す再生樹脂を使用した環境負荷を軽減するサステナブルな新素材を開発、使いやすさを徹底的に検証し、シンプルで心地よく暮らしを豊かにするデザインを研究していますっていう会社なんで、もうね、樹脂に対する思い入れ、樹脂をなんとか良くしようっていうね、会社なので、このね、やっぱり樹脂に対しての思いが違う、それがね、この商品に僕は現れてると思います。なのでこのね、しゃもじ、ご飯がくっつかないの納得です。くっつかないしゃもじを探してるなら樹脂ラボおすすめです。買ってよかった商品3つ目、ネバークラウンの早くお米が溶ける水切りざる。まず炊飯釜でお米を洗われてる方、すぐやめてください。炊飯釜の内側はフッ素樹脂加工、いわゆるツルツルのコーティングされているものが多く、お米を研ぐことですぐにコーティング剥がれてしまいます。それならこのようなステンレス製のボールとザルでいいんじゃないって思われるかと思いますが、これで洗うとお米が割れやすく、さらにザルって実は上からの力に非常に弱いので、このつなぎ目とかザルがすぐに傷んでしまいます。こちらの商品はいわゆるザルのみの商品になります。僕はボールを持っているのでこんな感じで使ってます。もしも同じようにボールをお持ちでしたら、こちらの
水切りざる、こちらのみの購入で良いと思います。それではこちらの特性をご紹介させていただきます。底面にこんな感じ穴がたくさん開いているので水がさっと抜けます。お米を洗う際、一番最初に研ぎ汁が濁ると思います。これを早く捨てることで米ぬか臭さがお米に移ることはありません。これがかなり重要で、最近は精米技術がかなり向上しているので最初の汚れを取るだけでお米が美味しく炊けるようになっています。なのでゴシゴシとお米を洗わないっていうのも美味しいお米を炊くポイントだと思います。さらにここにも水切りがついています。これも素早く水切りができるポイントだと思います。こちらの大きさで5合までお米炊くことが可能です。もちろん野菜の水切りやパスタのお湯切りにも併用して使うことが可能です。これは本当に一家に一台絶対に買うべき商品だと思います。買ってよかった商品4つ目、ダイクのオールステンレス三徳包丁。家庭料理で一番使いやすい包丁といえば三徳包丁です。なぜ三徳包丁がいいのっていう話から進めると、飲食店でいうとプロのシェフってたくさんの種類を揃えます。例えば野菜を切ることに特化したなきり包丁、お肉や魚の骨を断ち切る牛刀、お肉の筋を引く筋引き、さらにはお刺身を引く刺身包丁、細やかな作業をするときに使う小さなペティナイフなどなど、これらの種類を家庭で揃えるとなるとなかなかハードルが高く、管理もめちゃくちゃ大変になると思います。そこで3つの用途、肉、魚、野菜が切れる三徳な包丁として家庭に普及しているのが三徳包丁です。そんな三徳包丁なのですが、さらにね、使い勝手を良くするポイントがあります。まずはこの薄さです。薄さはこの刃の部分見てください。刃の部分を上から見ると刃の薄さが分かると思います。包丁の刃っていうのはもちろん分厚ければ分厚いほど強度は強くなりますが、切れ味が落ちた時の研ぎ直しに非常に時間がかかります。こちらの包丁はご覧の通り刃が非常に薄いので、軽く研ぐだけで研ぎ味が戻るので研ぎ直しが非常に楽になります。砥石での包丁研ぎが苦手な方はこのようなね、簡易的なシャープナーあると思います。これでもね、研ぐことが可能です。こんな感じ。さらに薄いイコール軽いので毎日の料理が非常に楽になると思います。続いて柄の部分の話です。包丁が壊れることってまずないです。壊れるのはこの柄の部分、中にはここが割れてしまって買い替えになってしまうことがあります。こちらは刃と一体型なので壊れることがないです。またステンレスでここにつなぎ目がないので柄の部分に汚れがたまる心配もありません。包丁の刃とね、柄の部分、材質違うものを持ってる方いらっしゃると思います。ここの間よく見てください。結構ね、汚れたまりやすい。やっぱりね、衛生的に良くないのでこういう一体型の包丁を僕はおすすめします。さらにこちらのハンドルなんですが、こんな感じ、丸みを帯びているので手が小さな女性の方もグリップしやすい構造になっています。実際うちの奥さんもこの包丁気に入ってめちゃくちゃ使ってる。なぜならここ持ちやすいからだと思います。またカラーはブラックの他にシルバーとブラウンの展開があります。実際 Amazon 等でご確認いただき、ご自身のキッチンインテリアに合うものを検討していただければと思います。僕は黒のキッチンアイテムである程度揃えているので、同じようにスタイリッシュにまとめたい方はブラックがおすすめです。また同じようにブラックの包丁を探している方で気をつけてほしいのはこの刃の部分です。例えばこのようなね、オールブラックの包丁は研ぐときにここに傷が入ってしまうと部分的に黒のコーティングが剥がれて見た目が悪くなってしまいます。
対してこちら大工の包丁は刃先の部分がシルバーで、これは研ぐ時の目安になるので傷が入る不安を軽減できています。こちら大工の包丁はその他牛刀、パン切り包丁、小型三徳、ペティナイフとシリーズも豊富なので、よりプロフェッショナルな調理を目指す方は全て揃えても良いかと思います。買って良かったキッチンアイテム5個目、クイジナートのコードレスハンドブレンダー。こちらは食材を潰す混ぜるに特化した片手で使えるブレンダーです。一番の特徴はコードレスです。コードがないことによってコンセントの場所を選ばず手軽に使うことができます。またこんな感じ、デザインもスタイリッシュでキッチンの棚に直さず出しておいてもかっこいいと思います。ハンドブレンダーで作れる料理もご紹介していますので、気になる方はこちらの動画ぜひチェックしてみてください。概要欄に動画のリンクを貼っておきます。ハンドブレンダーはまだまだ家庭に常備されていないキッチングッズだと思いますが、プロのキッチンではほぼと言っても過言ではないぐらい使われています。今後家庭にも確実に普及してくるキッチングッズだと思いますので、僕の料理動画紹介でもこれからハンドブレンダーを使ってできる料理をどんどんご紹介していきます。買ってよかったキッチンアイテム6個目、のの字キャベピーマックス。こちらはキャベツの千切りができるピーラーで、 TikTok や YouTube ショートでも多く紹介されていました。こちらの特徴はこの2倍刃です。2倍のスピードで千切りキャベツができます。またキャベピーマックスという名前がつくほどその仕上がりに感動します。まさにとんかつ屋さんでおかわりしたくなるあのふわふわの千切りキャベツが一瞬でできます。キャベツの千切りなんて持っているスライサーでええやん、キャベツ専用なんていらないよなんて言っているあなたにこそ使ってほしい商品です。人生で感じれる感動を一つ逃してしまいますよ。とはいえ100分は一見にしかず、一般的なスライサーとこちらキャベピーマックス、こちらの比較もこの動画でご紹介しているので、信じられないと思う方は一度ご覧いただきたいと思います。ちなみに僕は感動しました。そして千切りキャベツを食べる回数も格段に増えて、スーパーとかコンビニで売ってるようなパックの千切りキャベツ全く買わなくなりました。以上キッチングッズ6点ご紹介してきました。僕は毎日家庭料理を作るおうちご飯シェフで、キッチングッズもすごい好きです。2023年たくさんのキッチングッズを買って使った中での厳選6品ですので、ぜひ参考にしてみてください。すべての商品リンクは概要欄に貼っておきます。それでは最後にこれは買った方がいいという調味料一つだけ紹介させていただきます。高級寿司醤油紫。創業170年の伝統と天皇献上の栄誉を賜った高級味噌醤油を作っている日田醤油が販売しているお醤油です。これが素晴らしいのはこの味です。少し甘めでコクがあります。甘みのある醤油といえば九州の刺身醤油や馬刺し醤油、あれをね思い浮かべる方いらっしゃると思います。ただそれほど甘ったるい感覚はなく、これをつけるだけで刺身が10倍美味しくなります。僕自身これを初めて食べた時に経験した話なんですが、わさび醤油をご飯にかけて食べるだけで高級な海鮮丼を食べたかのような錯覚を覚えるほど感動した思い出があります。この美味しさの理由は豊富な地下水脈に恵まれた北部九州の真ん中に位置する日田盆地、その名水と国産原料で大量生産せずに職人が味を守り続けてるからこそだと思います。醤油って料理を作る上で本当に欠かせない調味料だと思います。もちろん一般的な海外原料大量生産の醤油よりかは割高になりますが、例えば煮込み料理に入れるお醤油は大さじ1杯約 15cc です。1500円、500cc、3円、
かける15イコール45円。対して大量生産の方は1000円 1.8 リッター 0.5 かける15 7.5 円。その差で言うと37円です。割高と感じるんですが、大さじ1杯使うとなった時の差はたった37円です。これぐらいの差で本当に感動できる醤油を食べれるのであれば使った方がいいと思います。美味しい醤油で刺身やお寿司を食べることで外食が1回減ります。家庭料理がさらに美味しくなります。結局コスパが良くなります。お醤油も日本全国たくさんの種類があると思います。もしもね、こんな醤油が美味しい、そういった情報がございましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。今回は毎日家族のために料理を作る僕自身が1年間使ってきて本当に良かったキッチングッズ6品と調味料をご紹介させていただきました。料理って大変。あれだけ料理に時間がかかったのに食べるの一瞬なんて経験あると思います。今回ご紹介した調理器具を使って少しでもスムーズに調理ができれば幸いです。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンのもよろしくお願いいたします。それでは2024年もパパの三つ星おうちご飯をよろしくお願いいたします。バイバイ。